ラーク。ラーク、ラークは、フィリップ・モリス社が製造するタバコの銘柄の一つである。2014年10月現在、日本国内で販売されている紙巻きタバコの中で、最も銘柄数が多いシリーズである。フィリップ・モリス社のタバコとしては、マールボロなどと共に、代表的な銘柄の一つである。1963年に、 アメリカで発売され、翌1964年9月より、日本国内で販売が開始された。当初は、リコットマイヤーズ社が発売していたが、その後 L&M 社は、フィリップ・モリスと合併している。フレーバーは、チョコレートビター系の香料が使用されている。発売当初は、ガストラップフィルター、酸素フィルターを採用していた。現在は、通常のチャコールフィルター、 メンソールはプレーンフィルターに変更されている。以前はアメリカで製造されていたが、2007年11月頃からスイスやドイツ等をヨーロッパに移管され、現在はヨーロッパの複数の国と韓国の工場で生産されている。アメリカ、フルフレーバー、ホワイトパック、マイルドに相当の、各、キングサイズ、100、S サイズソフトパックやトルコ、工術の九種、 エクアドル、フリフレーバーのボックス、10本入り、20本入りスペイン、フルフレーバーのボックスカザフスタン、後日の3種、韓国、プレミアム1ンのキングサイズ、100、S サイズボックス、台湾、オリジナルテイストレベル 10mg、ブルースムースレベル 7mg、銅 4mg、トロピカルアイスメンソール 7mg で、日本での人気を受けて2010年代後半に、 導入しているでも販売されているが、ほとんどの国ではあまり人気がなく、種類も少ない。現在は半分以上が日本向けに出荷されている。トップクラスの人気を誇り、多品種展開しているのは日本のみである。なお、日本ほどではないが、トルコに関しては、比較的多くの商品が販売されており、レッド、フリーフレーバーに相当、KS ボックス、100、S、ソフト、 ボックスの他に、スリム、KS、100S やリセスドフィルター、パーラメントと同様のフィルターを採用した、ブルー、KS ボックス、100S、ソフトボックス、スリムやブルータグといった日本では、未発の商品も発売されている。その一方で、ホワイト、キュー、ライト、マイルドに相当は2011年頃に販売終了。また、カザフスタンでは、 リセスドフィルターのみが3種類、ブルー、シルバールー、シルバー販売されている。2007年3月にランドリーのロゴデザインと類似したラークロゴを採用したパッケージデザインに切り替え、一部商品ではきつみも変化したが、従来からのユーザーには不評だったため、2008年4月21日に従来のマイルドに近いきつみ、パッケージの ラーククラシックマイルド KS ボックスを発売し、ブラックラベル以降の新商品には、従来のラークロゴを採用。2010年11月、メンソールは2011年5月に、既存製品も従来のラークロゴを採用したパッケージに変更している。2014年5月に、フィリップ・モリス、PM のメンソールを除く製品、PM メンソール2種の愛用者には、 ラークのスーパーメンソール及びウルトラメンソールの購入を推奨しているをラーブルースムースレーベルシリーズとして統合した海外のブルーとは根本的に異なる。こちらは PM 時代より引き続きバニラ香料を用いプロ、ネックスを採用している。また、PM 時代に廃止されたライトをプロネックス化した上で事実上復活させたり、PM としては日本未発売だった。 フリフレーバーも登場した。また、2014年8月より順次行われたデザイン変更では、基本15銘柄、レギュラー製品10銘柄、メンソール製品5銘柄のパッケージデザインを先行して発売されたブルースムース、レール8銘柄及びロイヤルブレンドと合わせる形で、統一、ただしウルトラワーの除き、ラウンドボックスではないしたほか、ハイブリッド2銘柄及びアイスミント2銘柄は、 ラークロゴを縦に配置した新デザインが導入された。また、その際に、全製品、ただし、クラシックマイルド、ロイヤルブレンド、ミントスプラッシュは除くを4つのレーベル、レギュラー製品、オリジナルテイスレーベル、メンソール製品、フレッシュテイストレーベル、メンソールカプセル製品及び、ハイブリッド製品、エクスペリエンスレーベル、旧フィリップモリス製品、ブルースムースレールに分類した。なお、 それと前後してソフトパック製品が廃止されている。2015年5月中旬にメンソールシリーズフローズンミントレーベルに変更されフレーバー名の上に通常製品にはクールミントミントスプラッシュにはアイスミントと表記したが2016年9月上旬にレギュラーシリーズが新パッケージデザインに変更されその際にオリジナルとブルーの 3mg と 1mg を ブルースムースレーベルのエクストラとウルトラとして登録上はオリジナルの新名称という扱いで、きつみはどちらかといえばオリジナル寄りで統合している。これらもラークロゴを縦に配置したパッケージである。2015年10月ラークトロピカルミックスが発売されたものの2016年上半期をもって廃止された。2016年5月に 90mm スリム19本入りで、 価格を抑えたラークスマートプラスが3種類発されて、2018年4月、ラークスマートプラス 14mg ボックスが発売された。製造国は2009年5月2018年8月、現在、複数の国で製造されている商品は、ロット番号の最初に表記されている、製造所固有記号、スイス製イコール SF、セルビア製イコール CN。 リトアニア製イコール l a ドイツ製イコール GA、オランダ製イコール NB、ポーランド製イコール PC、トルコ製イコール TA で区別できる。かつて日本国内ではフィリップ・モリス社の主力銘柄であるマールボロは JT がライセンス生産していたため、ラークが主力銘柄になっていた。スピーク・ラーク、合言葉、ひばりでおなじみだったテレビコマーシャル、 日本のみで放送には、ジェームズ・コバーンや、ピーター・グレーブス、ミッキー・ローク、トム・ベレンジャー、また007シリーズのジェームズ・ボンド役で活躍した、ロジャー・ムーア、3代目や、ティモシー・ダルトン、4代目、ピアース・ブロスナン、5代目などが出演しており、洋画風の作風に人気があった。日本では、モータースポーツにもスポンサー活動を行っていたことも、あり。 マクラーデン会一で全日本 GET 選手権に参戦していた、レーシングチーム、チーム協のメインスポンサーにもなっていた。ルマン24時間レースにも出場していたが、フランス国内のタバコ広告の規制によりロゴは消されていた。1998年4月に日本のテレビ局でタバコの CM が放送禁止になった後、店頭などのポスター広告のキャラクターに、 高倉健を起用した時期があった。キャッチコピーは言葉より語るもの。海やビーチとサーフボードと若者男性青年をモデルとし、モチーフとした広告展開をもしていた時期があった。2000年代初頭。その時のキャッチフレーズはパーフェクトデイズ。その後のラークは中年男性とジャガーとをコラボレーションさせた広告展開もしていた。キャンペーン活動も販売当初から 様々なバージョンで展開していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。